フジテレビ系、バイキングモアが28日、15日からの失踪が報じられている元中日二軍投手コーチ、門倉健氏、47、を称号。公私ともに充実した生活を送っていたかのように、見える同氏の置かれた状況を、専門家が推察した。門倉氏は15日に練習を無断欠席。連絡が取れないことから、家族がその日の夜に愛知県警に捜索願いを出し、16日午前0時過ぎに受理された。その後、球団に20日消印で5月15日をもって一身上の都合により退団させていただきますとの門倉氏直筆の退団届が送られ、球団が本人の筆跡と確認して受理し、26日に退団を発表した。番組では妻、民江さんの話として、失踪前夜の14日も午後6時から深夜0時までテレビ電話をつなぎっぱなしで普通に話をしていたこと、10日には家族で仲良く母の日を祝った様子も伝えた。元警視庁刑事、吉川祐二氏は、家出をする人については、いくつかのパターンがある。まず、いろんなトラブルを抱えた上で、所在不明になる。それは、金銭的な問題であったり、人間的な問題であったり。そしてもう一つが、大変優しい性格の方ということ。人というのは二面性を、いつも持っている。そのようなことで、ずっと考え込んでしまって。平静を装っていたけれども、突発的に所在不明になってしまったという状況が、なんとなく見受けられると推察。臨床心理士、藤井康氏は、心理的な部分をいろいろ聞いてみると、家族もそうだし、動物愛護団体もそうだし、コーチの仕事も含めて充実しているように見えて。それと、並行して、全く違うことを常に考え続けているという、そういう心理状態があると思う。ご本人の中で、何があったかということだが、何か大きな事件がなければ、自分のこれからとか今後の生き方とか、割と年齢的に考える時期ではあると指摘。藤井氏は、働いてる人のカウンセリングをすると、不適応のリスクがあるのは大学を卒業したぐらいの20代前後と、4750代だと、いい、特にプレイヤーでやられてきた人が、管理業務とかそういうのが多くなったり、自分のためというよりは、人のために時間を使うようになった時に、これから自分どうなるんだろうという迷いを抱える方も中に入ると説明した。